シュバーベン公フリードリヒ2世は、シュタウフェン家のシュバーベン大公、独眼公と呼ばれる。弟コンダーート3世は、1138年に、シュタウフェン家で、初めて、ローマ王に選出された。また、フリードリヒは、皇帝フリードリヒ1世の父である。フリードリヒ2世は、シュバーベン公フリードリヒ1世と、皇帝ハインリヒ4世の娘アグネスとの間の、息子である。 1105年に父フリードリヒが死去し、シュバーベン行為を継承し、弟コンダートと共にシュタウフェン家の領土を築き上げた。コンダートは旧フランケン公領に領土を手に入れ、フリードリヒはミッテルライン地方及びアルザスを中心として多くの城を築いた。1108年、フリードリヒはハンガリー王カールマーンに対する遠征に参加した。 1110年もしくは1111 11年に教皇パスカリス2世との会見のためローマに向かう皇帝ハインリヒ5世に随行した。ドイツで反皇帝の動きが起こった際もフリードリヒは皇帝に忠実に使え、1116年に皇帝がイタリア遠征を行っている間、フリードリヒとコンラートが摂政を務めた。これによりしタウフェンケはラインフランケン地方の領地を手に入れた。 1120年、フリードリヒは、バイエルン公ハインリヒ旧姓の娘ユーリトと結婚し、1122年に、長男フリードリヒが生まれた。1125年に、皇帝ハインリヒ5世が死去し、ザーリア・アサの団結が断絶した。同年8月24日、後継者を決めるためマインツで帝国会議が開催され、フリードリヒがその候補者の一人となった。 ハインリヒ5世はフリードリヒを後継者と考えていたとも、次の後継者が決まるまでフリードリヒが帝国の秩序を維持する役目を担うべきと考えていたとも、見方が分かれている。フリードリヒとコンラートの兄弟は母、アグネスを通し、ザーリアー家の所領を相続していた。帝国会議は混乱したが、最終的にザクセンであったロタール三世がローマ王に選出された。 フリードリヒは、この決定を受け入れたものの、ロタールに対する忠誠の誓いは拒否した。直後に、フリードリヒらが相続した領地が王領か、ザーリアー消し領下で問題となった。フリードリヒとコンラートの兄弟は、ハインリヒ5世の領地を相続してライン側で分割し、リンクスライニッシェをフリードリヒが、レヒツライニッシェをコンラートが手に入れていたが、 これをロタールに変換するか否かで議論になったのである。1125年11月、レーゲンスブルクの法廷でロタールは、シュタウフェン家に対し、ザーリアー家の医療から王領を分割して、ロタールに変換するよう要求した。しかしフリードリヒラはこれに答えず、12月にロタールは、フリードリヒラに帝国アハト家を与えた。1126年1月、ゴスラーで、 シュタウフェン討伐のため軍を送ることを決定した。王と諸侯の軍は戦わずしてウエロートリーネン、ラインフランケン及びアルザスの大部分の所領を占領した。しかし、ベルフ家によるシュタウフェン家の本拠地への攻撃は失敗に終わった。また、1127年のロタールによるニュルンベルクの行為も成功しなかった。この一連の戦いで、フリードリヒは片目を失明し、そのため、 以後、追い候補者からは外れたと見られている。アルザスのバルブールにあるザンクトバルブルが修道院1127年、弟コンラートが聖地から戻り、シュタウフェン家の原動力となった。同年12月、コンラートは対立王に建てられた。コンラートがイタリアにおける勢力の拡大を図る一方、フリードリヒは、 軍事面で主導権を握り続け、1128年には、シュパイアーを獲得した。しかし1130年、ロタールは、シュパイアーを取り戻し、その後しばらくして、フリードリヒの日、ユーリトが死去した。また同年、ニュルンベルクも陥落した。1131年には、シュタウフェン家は、アルザスを完全に失い、シュバーベン及び東フランケンのみが残された。ロタールは、 シュタウフェンケへの攻撃をやめ、帝国内の権力拡大と、イタリア政策に専念した。1132年、フリードリヒは、アグネス・フォン・ザールブリュッケンと再婚し、反ロタール派との連携を強めた。1134年、ロタールはイタリアから帰還し、再び、シュタウフェンケと対立した。北からロタール、南から、バイエルン公ハインリヒ号岩公の攻撃を受け、 フリードリヒは劣勢となった。1135年春、バンベルクでフリードリヒはロタールに降伏し、コンラートも王位を放棄し、イタリア遠征への支援を約束した。1147年、フリードリヒはアルツァイで死去し、自身が創建したアルザスのザンクト・バルブルガ修道院に葬られた。そこにはヒアグネスも葬られたが、二人の墓は現存しない。長男フリードリヒが、 シュバーベン行為を継承したが、1152年、ドイツ王に選出された。1120年に、バイエルンコハインリヒ級生の娘ユーリトと結婚し、以下の子女を設けた。1132、3年頃にアグネス・フォンザール・ブリュッケンと結婚、以下の子女を設けた。ありがとうございます。